皆さんこんにちは、小川太郎です。えー、先ほど、えー、自民党のですね女性を守る議連、えー、が、えー、性別変更に手術要件維持を、えー、という、まあ、産経新聞ニュースが出ました。えー、それを法務大臣にですね声明をう提出すると。これ何を意味しているかということをちょっと大事な話なので、というか非常に大事な話なのでいたします。えー、これは LGBT 法案を受けてですね、 えー、この法案が、えー、悪用されないようにそれから、えー、実は、まあ、何度もこの話してるんですけども、えー、この LGBT に関しては、えー、国で縛りをかけられていないまま、えー、地方自治体がものすごい「えー、こう政治人という言葉を独り歩きさせてるような、えー、そういうですね決議や条例が 多くの市町村特に都市部でものすごい皆さん知らないけど怒っているでだから LGBT 法案というものについては非常に私もこれを成立させる場合には必ずこの極左が LGBT というものを利用してですね人権や利権の異常な拡大に悪用するとそれを防ぐために使うんだと。 まあこういうふうに言ってきましたがいろんな形で今実は左翼の、えー、極左の、えー、悪用が、まあ、防ぐ機能は、えー、果たしつつあるんですでその中でですねこの法律を、えー、の運用をきちっと、えー、この法律ができたからといってこう、まあ、よく法律できる時騒がれましたねこの法律ができたらその自分が男女だと、えー、主張したらその人が「 えー、そのまま、えー、女に入れちゃう、ねえー、そんなことが起こったらどうするんだと。で、えー、そういうことが起こらないようにということで女性を守る義連というものができましたで、えー、山谷絵里子さんとか、えー、片山さつきさんとかをはじめ、まあ、男性側もですね、あのー、私のいろいろよく知る友人知人の議員の先生たちも軒並、えー、み顔を揃えてですね えー、特に保守派の先生方はみんなで頑張って、えー、この運動を展開してくれているんですが、えー、今回何が問題かと言いますと,、えー、と今ですね、えー、実は、えー、性同一障害特例法というのがあるんです。性同一障害というのは、えー、性同一性障害というのは、えー、要するに体は男なんだけど心は女性だとか。 その逆に体は女性なんだけど心は男だと、えー、そういう本当にその性の不一致に非常に苦しんでいる人がいるんだとでその人たちのことを守らなきゃいかんということで、えー、既に、えー、もうある法律なんですね。でその性同一性障害特例法というものには、えー、性別変更を、えー、申し立てるときにですね非常にその重要な要件があるんです。つまり 自分は体は男だけど女だと思ってると。これを性自認。性に自ら認めると。つまり、性自認というのは自ら認める性ということですな。つまり、自分で、えー、体は男だけど私は女だと思ってるというのが性自認です。でこれ主観ですね。誰も表明あの、証明できることじゃない。生物学的には男なんだから。で、この場合に、えー、でも本当に苦しんでる人はたくさんいるということで、えー、じゃあ、えー 体が男だけども心は女だと主張している人を実際に本当に女と女性とみなしましょうという時に手術要件というものが日本ではついてるんですねつまり性転換手術をするとつまり男性の場合に女性だと自分は女性だと主張する人は男性器を手術で除去するとそうそうまあ外見も女性に。 まあ、なるわけですでそういう形でその逆もそうなんですよ。で女性から男性という場合も、えー、手術要件があるわけで、えー、そしてそれの時に生殖能力がないという状態にするということなんですけれども、えー、この手術要件を今回、えー、憲法違反であるという申し立てが、えー、行われているんです。つまり手術要件が 憲法違反であるということはどういうことかっていうともう自分が体は男だけど私は女なのよと言ったら手術をしないでつまり、えー、まあちょっと品がないですけども男性器をそのままつけたままですね男性器があるままその人は女だということになって戸籍も女になるそして言うまでもなくそうなったら女風呂でも何でも女性なんだから入れちゃうと。つまり 体はそのまま男だけれども、心は女という状態の人を、え簡単にえ性の男を女に認め、女は男に認めちゃうわけです。生物学的な性に関わらず。え要するに、こういう方向に、えー、最高裁に申し立てられているんですよ。で、これを最高裁がですね、えー、今非常に、えー、どうも判決が、えー、このところ、 最高裁の判決が非常に温当を書いていますこういう問題についてまあというか欧米が極端に走ったんでその欧米が極端に走った状態に対してですね、えー、今欧米はむしろ見直しも進んでいる、まあ、完全に進んでるわけじゃありませんよやっぱり異常な状況がまだまだ起こってるんです欧米ではでそのことに対して、えー、まるでそれを集会遅れで追っかけるような判決が出た場合にはですね 日本においても欧米と同じく、政治人を、要するに体は男だけど女だっていう人が、出現してしまうと。そういう社会になってしまうと。これはまあ、大変な社会混乱を招くんじゃないだろうか。ということで、判決が出る前に、まずその自民党の有志が、つまり女性を守る議連で、性別変更には手術要件維持をと。 というこ例えば山谷絵理子さんが議,議連共同代表として見解、えー、でこう言ってる欧米では自分が思えば男性でも女性でもなれるということで社会の混乱分断対立が起きている先行する国々の実態調査をしてもらいたいということでですね、えー、法務大臣に声明を出し申し入れをしているでこれは私も非常に重要だと思って今日は皆さんに共有するためにですね この番組で取り上げていますで、えー、これはあのー、いろいろな方がですね、えー、この問題は、うん、森夏子さん、まあ、LGBT 当事者がですね、えー、こういう問題で署名を集めたりして、えー、ネット上でもツイッターでも署名を集めていらっしゃいますね。でえーこの 森さんの、このを言うと、LGBT 当事者が LGBT 活動家に対し、LGBT 専門家でも LGBT の代表でもないのに、何様なんだろうと思っていることは事実。ということで、何の資格もない LGBT 活動家が石川県警で LGBT 講習と。虹色に染まる警察権力、恐ろしいですね。そういうふうにですね、実は今までもこれはもう本当に進んでたんです。我々が知らないところで,で。 とにかく法律の条文には問題があったのでいろいろ LGBT 法案、私も批判をしたり肯定をしたりあるいはもう裏方でいろいろ岸田総理にも進言をしたり大変だったんだけどとにかく法律ができたために根拠法ができたために問題があるたんびにそれをピックアップしてで国側にハンドリングせよということができるそして自民党にはこういう心強い議連があるとでその中で今回の案件もですね もしこう,う法案がなくて議連などの立ち上げをするにあたっての根拠法がなかったとしたらです、ね、最高裁の判決がさらっと、まあ、政治人が、えー、手術案件があること手術要件があることは違憲であるそもそも可能性があるとか、ね、違憲の疑いが強いなんて判決が出ちゃったらこれは最高裁判決は確定なんで。 もしもちろん非常に強い判決が出たら、これ日本社会を揺るがしますよ。その場合にはもはや、えー、最高裁判所といえど、完全に国民世論に対する越見になりますね。そうすると、三権分立において、えー、最高裁判所に、えー、国民はそこまでの信任を与えていいのかという大変な我が国の、えー、司法に対してですね、国民側から脳を突きつける手段が今あるのかと。 そしたらもう立法府を通じてでもです、ね、この最高裁判決というものに対して、えー、あるいは最高裁のあり方について根本から問い直すというような大きな国民運動を起こしていかなければならなくなるかもしれない、まあ、そういう事案が実は今進んでいるということを共有しておきます。であのー 私のかつての動画これももう2ヶ月前か3ヶ月前にこの LGBT 法案が実は左翼を抑制する上ですごい意味があるよという動画のリンクを貼っておきますそれから署名運動あるいは先ほどの報道についてもちょっとリンクを貼っておきますので是非皆さん あのこの問題について少し知識を深めてですねそして、いつも申し上げています政治動画というものが今非常に視聴者の数を獲得しているそして獲得競争をしているためにですねこの一時的に盛り上がるネタで、まあ、大,大きく騒ぎを演じるけれどもこの国を大きくこの国の舵取りを100点満点はないんです国の舵取りというのは変なもんですよ。 55点の掛け算みたいな0.55今回55点だからよしとしようとまた55点だからよしとしようとまあこれねまあ55点 <laughs> 分かりやすく60ってでしょうかそう60ーセントできたからいいじゃんと政治ってそういうもんなんだけどこれ掛け算しとくとね6636でしょ36六六をかけるとまた今度はえっ、ー、と20いくつなんですかというふうに要するに。 掛け算を、こう、6割の掛け算ずっとやっていくと、ものすごく低い達成しか見、ないように見えてくるのよ。でもね、もう、政治というのは、ある意味でそういうものなんだというような点を、えー、踏まえた上で、しかし、一個でも、えー、きちっと理想に近づけていく。そのためには、生き長く監視をしていく必要があるし、えー、その時々の、えー、こう、炎上ではなくて、一定した、 知識を皆さんが共有していくということとが必要であると私は信じていますじゃあ久しぶりにねちょっとあの伊豆に引っ越してこのいろいろっていうね大変なまだ事務所の引っ越しが実は私の引っ越しは8月1日だったんだけど事務所の引っ越しは9月3日だったんですよ。で事務所の方もまだひっちゃかめっちゃかでえもう少し落ち着くまでいろいろ9月いっぱいかかるんですけれどもえ久しぶりに論語を復活します。えーし いわくえー、あ理人第4の24「c い枠君子は弦に凸にして公に瓶ならんことを干すと」えー、と孔子先生がおっしゃるには、えー、まあ真はとかね、まあ、この場合はよくできた人はっていう感じだからよくできた人は、えー、言葉は撲突、えー、行いは敏則ということを欲するものだと。 ただここはねちょっと勘違いしない方がいいと私は思ってるんですけども「え現に凸にして」っていうと、えー、無口なね昔は日本の男っていうのは無口でで、えー、私なんかこう動画やってるわけだから、えー、無口じゃ動画成立しないもんねだからまあこうやって喋るわけですけどもこうやってペラペラ喋ってるには軽薄だと「男は黙っとれ」みたいなねあの美学ありましたよね寡黙なと。でちょっとこのニュアンスはちょっと違うんですねつまり えー、こういういいに理解すすべきだと思いますつまり、えー、言葉っていうものはね口約束って簡単にできるでしょここの前のの前ところでその話出てるんですよつまり私も今日本でねその口約束してそのままほっとくっていう例多いですよ日本人結構。でねこの「言に突にして」っていうのは口っていうのはね簡単に約束したりね簡単に単価を切ったりね簡単にできちゃうでしょだから そう口約束というものは控えめにしなさいと。要するに言葉でね、あれもできます、これもできます。はい、お任せください。はい、これは、これでって、全部こう注文を受けちゃいます。えー、お任せくださいって言ってやらないと。これ困るでしょだから、口での約束、言葉の約束は、どちらかというと慎重にして、そして実践する方は、敏速に。ね。だから言葉というものは大体において、 えー、私だってそうですよ10いったうちなかなかね10いった人がね15やるなんてなかなかないんですよね。10いったうち7やる8守るって言ったらこれ大したもんで10いったうち1つ2つしかやらない人いくらでもいるからね。10いったうちどんどんわ忘れちゃったり気軽な約束する。だから言葉は軽いんです。だから言葉には重みを持たせましょう。そして行動はみんな重たいんです。腰上げるのみんな重たいでしょ。だから行動は重たくなりがちだから敏速を意識しましょう。 約束は慎重に行動は素早く。講師先生なかなか鮮やかな。すぐ、ちょっとでもすぐ実践できますね。実践するには皆さん瓶に行きましょう。ありがとうございました。